ありがとう。隣で寝ている夫が突然そうつぶやいた。私に何かのお礼を言っているのだろうか。どういたしまして。そう返事してみたが、何も言わずにすやすやと寝ている。しかし続けて出た夫の寝言で私の心は決まった。夫と離婚しようと。本当にどうしようもない。私は夫に対して心底深い失望を感じた。私の名前は横山千鶴。今年52歳だ。町の中にある LP ガス販売会社で働いている。会社は夫が経営しており、私は経理事務の担当だ。夫の雄三は今年56歳。喘息のため若い頃から病院へ通院している。今日もコホコホと小さく咳をする声が聞こえた。少し調子が悪いようで心配だ。するとガチャリという音がして会社のドアが開いた。お疲れ様です。同じ会社で働いている息子の清人だ。家族で一緒に仕事ができる私はとても恵まれてるなと思う。外は暑かったようだ。頬に伝った汗をハンカチで拭っている。そしてギーという音を立てて椅子に座った。すると雄三は椅子にかけてあった上着を手に立ち上がる。じゃあ俺も行ってくる。上着の袖に手を通しながらドアまで向かう。今日も行くのか。あまり無理はしないでほしい。最近外回りに行くことが増えた。会社の営業社員が少ないこともあり、雄三も営業マンとして外回りに行っているのだ。以前、夕食の席でため息混じりに行っていたのを思い出す。夕食も食べずに会社の書類を見つめる雄三。さらに眉をしかめて考え込んだ表情を浮かべる。あら、どうしたの？浮かない顔して。思わず箸を置いてそう尋ねてみる。とても悩んでいる様子だ。するとふーっと深いため息をつく。会社の営業社員が足りないんだ。雄三が営業も担当するということだろうか。病気が少し心配だ。不安を胸に抱く。新規社員を募集しようか。そう提案すると頭を横に振った。あまり乗り気ではない様子だ。コストがかかるだろ。無理だよ。そう言って雄三はもう一度ため息をついた。そのような事情を知っている私は複雑な心境を胸に抱く。行ってらっしゃい。そう言って雄三の後ろ姿を見送った。そんなある日のことだった。私はとんでもないものを発見してしまったのだ。洗濯を回すためにポケットの中身をチェックしていた時のことである。あれ？何か入っている。ポケットに入れた指先に紙の感触が伝わった。名刺だろうか、それともメモ用紙か。その紙をポケットから引っ張り出す。すると予想もしていなかった文章が目に飛び込んできた。今日は美味しかった。たまには外でランチもいいね。可愛らしい丸文字で書かれている。今日は美味しかった。たまには外でランチ。そして最後のハート。何これ。一気に私の頭の中は真っ白になる。これってもしかして昼ドラで繰り広げられているあれだろうか。浮気。その二文字が頭に大きく浮かんだ。現実逃避したくなる気持ちをぐっと押し殺す。私はじっとミニレターを見つめた。今日は美味しかったと書かれている。しかし夫は近所の安い定食屋で昼ご飯を済ませているはずだ。前に弁当を作ろうかと夫に聞いたことがある。弁当作りは毎日大変だろ。いいよ。そう夫は言ってくれた。その言葉に申し訳ない気持ちになった。
夫は持病もあるため、体も心配だからだ。しかし、仕事と家事を両立していることもあって、時間を作るのが難しかったのも事実だ。そう言ってもらえて、安堵したのを覚えている。てっきり、定食屋で昼ご飯を食べていると思っていた。私に嘘をついて、毎日浮気相手の家で昼食をとっていたのだろうか。一体この手紙を書いたのは誰なのか。私の夫は浮気するような男だったのか。そもそもなんで浮気したのか。いつからだ。考えれば考えるほど疑問が湧いてくる。そして怒りと悲しみで心がいっぱいになった。証拠をつかまなきゃ。こんなんじゃダメだ。くよくよなんてしてられない。そう自分を奮い立たせた。それから浮気の確信を得るために私は動き始めた。まずは手始めに GPS アプリで様子を確かめることにした。雄三が風呂に入っている間にこっそりとスマホを手にする。人の携帯を勝手に触るのは初めてだ。こんなことしていいのだろうか。罪悪感を覚えた。しかし、やらなくては。そう自分に言い聞かせる。雄三は LINE とニュースサイトを見るだけでアプリなどには疎い。私にとっては好都合だった。そして、なんとか無事に GPS アプリを入れることに成功した。額にうっすらかいた汗を袖で拭う。少し緊張してしまった。私はこういうことには慣れていないのだ。これでよしと。これで行き先がわかる。証拠もきっとつかめるはずだ。本当のことを知りたい。しかし、知りたくない。そんなどっちとも言えない気持ちに、まだ心が揺れているのがわかった。次の日のお昼休憩、早速スマホの GPS アプリを開いた。雄三のいる住所を見て、私は目を見開いた。ここって、そこは以前この会社でパートしていた咲の家だったのだ。私、事務の仕事って憧れだったんです。そうキラキラした笑顔で話していたのを覚えている。明るく元気そうな子。それが第一印象だった。面接を経て、パート採用となり、事務の仕事をしてもらっていた。しかし、一年ほど勤めた頃に退職してしまう。事務仕事は無理だったと言っていた。そして、前職のホステスに戻っていったようだ。予想外の相手に、心がざわざわとする。その後、雄三は咲の家に4時間ほど滞在。会社には17時ごろ戻った。雄三を横目で見る。何食わぬ顔で自分の席に向かい、そこに座った。お疲れ様。どの辺の営業に行っていたの？そう聞いてみる。嘘をつくのは後ろめたいのだろう。〇〇町あたりかな、と少し慌てたように、早口で話した。ふーん、と私は軽く聞き流す。雄三は少し焦ったのか、さっと目をそらしてパソコンに向かった。さっきまで咲の家にいた。仕事もせずに。どういうことなのだろうか。心の中には疑惑の渦が広がっていくのが分かった。それからしばらく経った。ある日のこと。ありがとう。隣で寝ている雄三が突然そうつぶやいた。すでに眠っていると思っていたので少し驚いてしまった。私に何かのお礼を言っているのだろうか。どういたしまして。そう返事してみた。しかし雄三はそれから何も言わずにすやすやと寝ている。なんだ、寝言か。なんだか可愛い。不本意にもそう思ってしまう。最近ずっと張り詰めていた糸がプツンと切れた。そして込み上げてくる笑いをこらえながら
再び眠りにつこうと目を閉じる。しかし雄三が続けていった言葉に私は言葉を失う。ありがとう、いい薬です。先のハグが僕の一番の薬だ。その言葉で私の心は決まった。夫と離婚しよう。本当にどうしようもない。雄三に心底深い失望を感じた。浮気相手の咲のことを夢でまで見ているのか。私はここ数年一度も夫とハグしていない。その事実が余計に虚しさをかきたてた。翌朝、私は息子の清人に相談することにした。話があるんだけど、ちょっといい？そう言うと、少し驚いたように顔を上げた。夫婦の問題を息子に話すことに、少しだけ抵抗感があった。しかし、相談できる相手が欲しかったのも事実だ。一部始終を話し終えると、時折うなずき、話を聞いていた清人も、ぽつりぽつりと話し始めた。仕事をサボってばかりで営業成績が悪いことや雄三の横暴な態度に不満を持っていたようだった。お母さん、親父と離婚しても構わないよ。なんでこんなことになってしまったのか。お通夜のような重苦しい空気が二人の間に流れた。それからしばらく経ったとある日のことだ。私は飲み物を買いにコンビニまで向かっていた。これ落としましたよ。そう呼び止められ後ろを振り返る。そこにはとても素敵な男性が立っていた。美しさに思わず見とれてしまう。手元を見るとハンカチを持っているようだ。ごめんなさい、私のものではないようです。そうですかと少ししょんぼりしている様子だ。一礼して立ち去ろうとすると再び呼び止められる。これも何かのご縁かと思います。もしよかったらそこのカフェでお話でもしませんか。今ちょっと急いでてごめんなさい。新手の詐欺だろうか。私はそれどころではないのだ。それから何度かその彼に声をかけられる機会があった。しかし、離婚や会社の今後のことで頭がいっぱいな私は、彼に時間を割く余裕はなかった。行ってきます。行ってらっしゃい。そう穏やかに見送りをした数時間後、事件は起きた。ここにあるはずなのに。会社の金庫にしまってあったはずの現金100万円がなくなっていたのだ。冷や汗が背中を伝って流れる。雄三はその日、ガス協会の会合で遠方の県に2泊3日の出張に出かけていた。夫に連絡しなきゃ。そう慌ててスマホを手に取る。震える手をなだめながら電話をかける。何回か呼び出し音が鳴った後、夫の声が聞こえてきた。はい、もしもし。落ち着け私、落ち着いて話さなきゃ。そう自分を奮い立て、現金がなくなったこと、そして盗難届を出すことを雄三に相談した。すると雄三はあっさりとした口調で説明を始める。出張するためにお金を借りた。銀行にお金を下ろしに行く暇がなかったからだ。出張から帰ったら金庫に戻す。そう淡々と話す雄三に私は驚いてしまった。しかし泥棒の仕業ではないようだ。よかったと安堵の気持ちで満たされる。スマホを耳に当てたまま思わずその場に座り込んでしまう。電話を切り、ふと GPS のアプリを開いた。え？開いた口が塞がらないとはこのことだと思った。なんと雄三は出張先の県ではなく咲の家にいたのだ。絶対に許せない。燃え上がるような怒りを覚える。私は次の日早速行動に移した。雄三がいない間に
会社のキー番号と住宅の鍵を全部取り替えたのだ。これであの男は会社と住宅に入れない。せいぜいあと一日楽しむといいわ。そんな皮肉を言われているとは知らずに、雄三は先の家で幸せな時を過ごした。そして次の日、私と清人は弁護士と共に先の家の前にいた。私たちの作戦はこうだ。まず雄三は出張帰りを装い自宅に帰る。しかし鍵を変えたため家に入れない。その後会社に行くが同様に入ることができない。雄三は途方に暮れ、諦めて先の家に戻ってくる。そしてのこのこやってきたところを捕まえるという作戦だ。それからしばらく私たちは待った。何度かスマホに電話がかかってきたが無視を貫く。そして私たちの作戦通りに雄三はやってきた。うなだれた様子である。先の家の前に着いた雄三は驚いた様子で目を大きく開く。驚くのも無理はない。私はぐいっと雄三の背中を押してインターホンの前に立たせた。インターホン越しに雄三の顔を見た先はドアを開けてくれるはずだ。ピンポーンという音とともにバタバタという音が聞こえてくる。ガチャリと鍵が開く金属音が響く。あれ？忘れ物？ゆっくりとドアが開いた。私は雄三を押しのけドアの縁をつかんだ。驚いて目を見開いた先と目が合う。しかし悠長に話をしている場合ではない。そのまま無理やり全員で先の家に上がり込んだ。一体何事なの？閑散としていた部屋の温度が上がる。彼はこの状況をだんだんと理解してきたようだ。蒼白な顔面になっていくのが分かった。今さらそんな表情をしてももう遅い。胸がキュッと締め付けられる。私たちは唖然とした表情の二人をリビングの椅子に座らせた。二人を前にやり場のない怒りを覚える。私たちの結婚生活は何だったの？そんな犯人を追い詰めるような気持ちを押し殺し、金庫にあった100万円を返してほしいと伝えた。しかし私たちは彼らが始めた説明に呆れ果て、開いた口が塞がらなかった。雄三と咲はある計画を立てていたらしい。咲、聞いてくれ。俺は妻を会社から追い出したいと思っている。そして咲を社長夫人にしたい。そう言うと咲はとても喜んだという。それから雄三が離婚話を有利に進められる計画を立てた。こんな作戦はどう？不敵な笑みを浮かべる咲の提案はイケメンに私を口説かせて不倫させるというものだった。そんな説明に怒りを通り越して悲哀の気持ちで胸がいっぱいになる。イケメンを雇うためにお金を使ってしまって手元にはもうない。そう説明を終えた。しばらく沈黙が続き、肌に突き刺さるようなピリピリとした空気が流れた。そんな重苦しい空気を切り裂くように私は声を上げた。それはもともと彼らが望んでいたことである。離婚してほしい。下がりきった顔をバッと二人は上げる。そんな二人に追い打ちをかけるように私は続けた。慰謝料もしっかり払ってください。それからは早かった。会社の金を横領したとして社長を解任、クビとなった。 LP ガス会社と自宅はどうなったかと疑問に思うだろう。それらはもともと私の父親のものだった。それを私が引き継いでいたのだ。社長業は婿養子の雄三が担っていたため簡単に追い出せた。その後雄三は仕事も家も失い、咲の元で紐生活を送っているらしい。
それからしばらくしてビルの清掃員として働き始めたようだ。慌ただしく過ぎる時間の中、雄三を思い出すこともあった。思い立って GPS アプリを開くと見慣れない場所にいるようだった。調べてみると知らないビルの名前が出てくる。病気なのに無理していないかな。昔から心配していた癖でそんな思いが湧き上がってきた。懐かしさと寂しさをふと感じる。さあと風が私の髪をなびかせた。一息、深呼吸する。あんなひどい裏切りをした男なんてどうでもいいか。そんな言葉が無意識に口をついて出た。そう言い切るのと同時にすがすがしい気持ちでいっぱいになった。もうどうでもいいや。その勢いのまま私はアプリをアンインストールした。社長の座には清人が就任した。いろいろと大変なこともあると思うけど、これからもよろしくね。こちらこそ。お母さん、少し相談があるんだけどいい？そういう清人の表情は明るく輝いているように感じた。それからしばらくして清人はマンション、アパート経営に乗り出した。 LP ガスの納入先を確保するためだ。忘れ物をしてしまい会社に戻ると清人が何やら作業している。あら、まだいたの？あ、ちょっと足りないのがあって。書類を作成しているようだ。清人は今新事業にチャレンジしている。本当に最近よく頑張っていると思う。彼を見ていると私ももっと頑張らなきゃ、そう感じる。もっと経営の勉強をしよう。そして地域にも利益が還元できる会社にしよう。真っ暗だったこれからの未来に光が差し込んでいく。私たち頑張ろうね。うん。私たちの声色はとても希望に満ちていた。それはママ友の家に宿泊していた時の出来事だった。クッキー、早く逃げて。ママ友の息子がいきなり寝言でそう叫んだのだ。クッキーとは彼の愛犬のことである。私はその寝言を聞いた瞬間、はっとしてママ友の悪事に気がついた。ママ友はシラを切ろうとあがいたが、残念、こちらには動かぬ証拠があるのだ。私は毅然とした態度で彼女に言った。あなたは人としても親としても失格です。お願い、見逃して。どうか警察だけは。私が顔を横に振るとママ友は絶望してその場に崩れ落ちるのだった。私はゆかり、アラサーの専業主婦だ。夫のサトシと幼稚園生の息子コウタ、そして柴犬の麦と一緒に毎日楽しく暮らしている。そんな私は今息子と一緒にママ友の家に遊びに来ていた。お邪魔します。あ、これ最近話題のお店のケーキなんですけど、夕飯の時にでも。あら、気を使わなくてもいいのに。いつもありがとうね。そう言って早苗さんはお上品に笑う。ママ友はたくさんいるが、私はその中でも早苗さんと特に親しかった。子供同士の仲が良かったというのも大きいが、親しい理由はまた別にある。そう、あれは半年ほど前のことだ。麦、どこに行ったの？その日、私の愛犬麦が散歩の途中に迷子になってしまったのだ。ほんの少し目を離していた隙にどこかへ一人で行ってしまったらしい。私は自分のミスを悔やみ、必死になって麦を探し回った。麦は好奇心旺盛な性格だったからトンボでも追いかけていったのかもしれない。しかし性格的にはたくましくても体の方は結構なお年寄りだ。麦は当時12歳の老犬で、人間で言えばもう70歳近い。野良でやっていけるほどの体力はないだろう。それに麦は私が中学生の頃から飼っている大切な家族だった。大学に受かった時、失恋した時、いつもそばにいてくれたかけがえのないパートナーなのだ。私は麦のために
迷い犬のビラ配りもしたし、謝礼金も惜しみなく出した。しかし、それでも麦は見つからなかった。野犬として処分されないよう伝えた保健所からの連絡も来ず。そうして、捜索開始から一週間が経ち、私が公園のベンチで途方に暮れていた時だ。あら？確かハヤトと同じ組の、ゆかりさんでしたよね。ああ、サナエさん。え？私は彼女の元に駆け寄っていった。サナエさんがその手に麦を連れていたのだ。聞けば、数日ほど前に河川敷の近くで震えていたのを保護したとのことである。私は麦と再会できたことを心から喜び、彼女に何度もお礼を言った。彼女は遠慮していたが、もちろん謝礼金も渡した。つまり、私にとってサナエさんは家族の恩人も同然なのである。それ以来、私と彼女は交流を深めるようになり、息子ともども遊ぶことが多くなったというわけだ。今日は息子たちの強いお願いにより、サナエさんの家でコウタが一泊する予定だった。息子は初めてのお泊まりでウキウキしている。ハヤトくんちの犬、白くてモコモコだね。名前は？クッキーだよ。子供たちは楽しそうにサナエさんの家の犬と遊んでいる。私はその人懐っこくて愛らしい犬を眺めながら何気なく彼女に尋ねた。珍しいですね。サモエドですか？ええ、旦那が単身赴任で家にいないからハヤトが寂しくないようにと思って。サモエドは友好的な犬種ですから、きっといい家族になりますよ。あ、そういえばこの前駅前で。私はそこまで行って言葉を切った。喋りながらふとあることを思い出したのだ。あれ？確か以前コウタがヨークシャーテリアを飼ってるって。実はその子は病気で、ハヤトには逃げたって言ってあるんだけど。サナエさんが気まずそうな顔を浮かべる。私ったらすみません、事情も知らずに。私は慌てて彼女に謝った。それからついで重くなった空気を一掃するため話題を変える。私たちは幼稚園の行事や旦那への愚痴など世間話に花を咲かせるのだった。そうして楽しい時間はあっという間に過ぎてゆき、時刻はもう夕飯時だった。サナエさん、お料理上手ですね。このカレー、隠し味に何を入れてるんですか？それは秘密。一生懸命作った甲斐があるわ。コウタくんもいっぱい食べてね。うん、おかわり。僕も。息子たちがそう言って笑顔でお皿を出してくる。だんだんと子供たちの食欲により、食卓のお皿はあっという間に空になっていった。するとそんな中、サナエさんがにわかに席を立とうとする。デザートにゆかりさんのケーキを持ってくるわね。あ、私がやりますよ。いえそんな、お客さんなんだからゆっくりしてて。彼女はそう言って遠慮するが、さすがに何もしないのは心苦しい。私は彼女を無理やり椅子に座らせ、手土産のケーキを取りにキッチンへと向かった。そして冷蔵庫からケーキを取り出し、人数分に切り分ける。その瞬間、私は思わず悲鳴を上げてしまった。キッチンの窓ガラスに歪んだ男の顔が映っていたのだ。ゆかりさん、どうしたの？みんなが慌てた様子で飛んでくる。窓ガラスに男の人が。私はそう言いながら窓を見合ったが、そこに男の顔はもうなかった。すりガラスだから何かを見間違えたのだろうか。いや、でも確かにあれは。と私が怖がっている隣で、サナエさんが笑いながら言う。きっと気のせいよ。車のライトの反射か、もしくは野良猫がいたとか。彼女の言葉に私はあまり納得していなかった。とはいえ、これ以上この話題を追求することは配慮に欠けるだろう。見れば、コウタとハヤトくんが怯えていた。ハヤトくんは特に怖がっているようで、愛犬クッキーを抱きしめている。彼女の発言もきっと子供たちのことを考えてのことなのだ。お化け？ごめんね、おばさん勘違いしちゃったみたい。さ、みんなでケーキ食べよっか。
私はそう言って隼人君に笑いかけ、彼を安心させる。それから私たちは気を取り直してデザートのケーキをいただくのだった。私はその間ずっと普通に振る舞っていた。しかし内心では言い知れぬ不安が渦巻いている。そんな私の胸中に触発されたのか、家の外では雨がザーザーと降り出していた。あら、もう降ってきちゃったのね。そうみたいですね。天気予報ではもっと遅くからだったのに。突然の土砂降りに私は急いで帰ろうと身支度を始めた。するとそんな私に隼人くんが言う。おばさんも一緒に泊まっていきなよ。でも急に泊まるなんてさすがに迷惑だから。私はもちろん遠慮しようとしたが、そこでハッとして思いとどまった。早苗さんの旦那さんは今単身赴任中なのだ。話では近日中に戻ってくるらしいが、今日はもちろん不在である。もし窓ガラスに映った変質者が私の見間違いじゃなかったとしたら、私は多少ぶしつけだとは思いつつも早苗さんに宿泊の許可をもらうのだった。女が一人増えたところで何がどうなるわけでもないが、いないよりはマシだろう。私は旦那に宿泊の旨を連絡し、麦の世話を任せた。ついでパジャマ姿のコータに言う。それじゃあお母さんあっちの部屋で寝るから。うん、おやすみなさい。コータが隼人くんと一緒に子供部屋に入っていく。私もまた何事も起こらないよう祈りながら布団の中に入るのだった。雨音が屋根を打ち、風が窓を震わせる。そんな中、私は妙な寝苦しさを覚えて目が覚めた。ぼやけた目で時計を見るとすでに深夜を過ぎている。私はまとわりついてくる謎の胸騒ぎを抑え込もうとお手洗いに向かった。そうして部屋を出ると、私の視界にふと怪しい光が入ってくる。見れば廊下の先にある部屋の扉が少しだけ開いていた。光はその部屋から漏れているようだ。早苗さん？他人の家を徘徊するのは良くない。しかし私は夕方灯に誘われる虫のようにその部屋へと歩を進めてしまう。部屋を覗くと、デスクの上にコーヒーと電源の入ったノートパソコンが置いてあった。おそらく早苗さんが今さっきまで何か作業でもしていたのだろう。私はいけないと思いつつもそのパソコン画面に見入っていた。そして怪訝な顔を浮かべてしまう。画面にはいろんな犬や猫の画像が並んでいたのだ。画像の横には名前や住所、謎の金額が表示されている。驚いたことに、そこには私の愛犬麦の写真まで。私はパソコンの画面をスクロールしていく。とその時、家の外で何か大きな物音が鳴り、私は身をのけぞらせた。音はベランダの方から鳴ったようだ。途端私はハッとして子供たちの安否を確かめに向かった。ベランダは子供部屋にも続いているのだ。早苗さんがどこにいるかわからない今、私がやるしかない。私は足音を忍ばせながら子供部屋に入った。見たところ部屋に異常はない。息子たちは暗闇の中、すやすやと可愛い寝息を立てている。しかしその一方で、小さな影がベランダに続く掃き出し窓の前に立っていた。影の正体はクッキーだ。どうやら隼人くんはいつもクッキーと一緒に寝ているらしい。クッキーはカーテンが閉まった窓をじっと眺めている。私は恐る恐るクッキーに触れようとした。まさにその直前、早く逃げて。私は後方から響いた絶叫に驚き、反射的に振り返る。見れば隼人くんが苦しそうな顔で寝言を漏らしていた。クッキー、早く逃げて。幽霊さん、クッキーを連れて行かないで。そう言って隼人くんが枕をぎゅっと抱きしめる。それから彼の口はクッキー以外の名前も呼んでいった。チョコ、マロン、ココア、ラテ、それらはすべて先ほどパソコンで見かけた名前である。この瞬間、私は気づいてしまった。早苗さんは他人のペットを誘拐して謝礼金を騙し取っていたのだ。
パソコンの金額からして、場合によっては転売にも手を染めているのかもしれない。確証はなかったが、そうとしか考えられなかった。ハヤト君は家にペットが来ては消えるので、それを幽霊の仕業と思い込んでいるのだろう。じゃあもしかして窓ガラスの男って。私はつぶやきながら窓のカーテンをゆっくりと開けていくと、予想通りそこにはレインコートを着た男が立っていた。本当だったら悲鳴の一つでも上げて腰を抜かすのが当然だろう。でもその時の私はもう彼が誰なのか分かっていたのだ。私自身彼とはちょっとした顔見知りだった。クッキーが窓ガラスに前足を押し付け、嬉しそうに尻尾を振っている。私は男が変質者の類ではないことを確信し、窓を開けてベランダに出た。やっぱり吉崎さんですよね。先日はどうも。でもなんであなたがこの家に。彼は吉崎という名前で、2週間ほど前に駅前で愛犬の捜索ビラを配っていた大学生だった。同乗した私はその時親身になって話を聞いてあげたのだ。だからお互い顔はよく覚えている。ここは私の友達の家でって、あなたこそ他人の家のベランダで何を。私に諌められ吉崎さんは申し訳なさそうに言った。話によると彼はあれからもずっと愛犬のサスケを探していたそうだ。そしてそんな時、道端でクッキーを連れているサナエさんを見かけたという。彼はサナエさんにクッキーが自分のサスケであると何度も主張した。しかし彼女は全く取り合ってくれなかったとのこと。吉崎さんは警察にも相談してみたが、証拠がないため友好的に動いてくれず、それでこんな強引な形を取るしかなかったというわけらしい。でもこれで登録番号を調べればはっきりします。彼はそう言って手のひらサイズの端末を取り出した。ペットに埋め込んであるマイクロチップの読み取りリーダーだ。わかりました。私が確認しますから、あなたはベランダにいてください。私は読み取りリーダーを受け取り、クッキーの首元にかざした。読み取りリーダーの液晶に15桁の番号が表示される。吉崎さんはそれを見てガッツポーズを取った。マイクロチップの番号とサスケの登録番号が一致したのだ。私は真相を確かめるためサナエさんを探した。吉崎さんには家の外で待つように言ってある。愛犬を取り戻すためとはいえ、勝手に家に上がるのはやっぱりまずい。後々面倒になると厄介だ。私は小さな声で呼びかけながら家の中を回った。しかし彼女は寝室にもノートパソコンの部屋にもいない。もしかしたらと、私は庭の方に出てみた。すると思った通り、そこで早苗さんを発見する。彼女は庭の隅にある物置で何か作業中のようだった。早苗さんが物置の扉を閉めて振り返ると、彼女は背後に迫っていた私に気づいてひどく驚いていた。あら、うるさくて起こしちゃった。早苗さん、私ノートパソコンのリスト見ちゃいました。私がそう言うと彼女はあからさまに動揺する。え？あれはその、そう、迷ったペットを探すのが趣味で。彼女はなんとかごまかそうと笑っていた。しかしシラを切るにはさすがに厳しい状況だ。物置にはきっと誘拐や転売のための仕事道具が入っているのだろう。先ほどちらっとだが物置の中に複数のケージなどが見えた。麦を保護したのも自作自演だったんですか？謝礼金のために。いや、だからそれはあなたの勘違いで。彼女はなおも否定した。するとそこに吉崎さんがやってくる。彼は読み取りリーダーの番号を彼女に突きつけながら言った。言い逃れは無理だからな。マイクロチップの登録番号を確認したぞ。げ、あんたは。途端サナエさんは苦々しい顔を浮かべる。彼女は私が吉崎さんの存在に驚いていないのを見て察したのだろう。そして観念したのか、彼女は逆ギレし始めるのだった。ゆかりさん、
勝手に他人の部屋に入るとか最低ね。親友だと思ってたのに。私も親友だと思ってたのに、残念です。あんたもペットごときでこんな真似してバカじゃないの？訴えるから。それでサスケが戻ってくるなら望むところだ。そう言って吉崎さんが睨みつける。私もまた彼女に対して激しい怒りを覚えていた。彼女はペットを金稼ぎの道具にしか思っていないのだ。ペットがいなくなった人の辛さや悲しさなど1ミリも考えていないのだろう。事実、彼女が吐き捨てた言葉がこれだ。だいたいペットくらいで何よ。また飼えばいいじゃない。私はまるで反省していない彼女に強い口調で言った。ペットは大切な家族です。飼えなんて聞きません。あなたは大勢の飼い主だけじゃなく、ハヤト君も傷つけたんですよ。ハヤト？どういう意味よ。私は怪訝な顔の彼女にハヤト君の寝言を教えてあげた。すると彼女はようやくひるんだように私から視線をそらす。私は毅然とした態度で続けた。サナエさん、あなたは人としても親としても失格です。裁かれてください。お願い、見逃して。お金もペットも返すから、どうか警察だけは。彼女がすがりつくように懇願してくる。私はそんな彼女に対し侮蔑と哀れみを込めて顔を横に振った。途端彼女は絶望したように膝から崩れ落ちるのだった。その後、サナエさんは悪質なペットの窃盗と詐欺、そしてまた違法転売の常習犯として逮捕された。彼女は私の予想通り謝礼金目当ての犯行がエスカレートし、違法業者への転売にも手を出すようになったのだとか。吉崎さんのサスケが狙われたのはサモエドという犬種が高価だからだろう。ちなみにハヤト君は今単身赴任から戻ってきた旦那さんが面倒を見ているらしい。彼は新しいワンちゃんを与えられたそうだが、まだ塞ぎ込んでいるとのことだ。母親があんなことになったのだから当然だろう。でも私はその心の傷もペットが癒してくれるはずだと信じていた。吉崎さんもまた同じ気持ちのはずだ。本当にありがとうございました。おかげでサスケが売られずに済みましたよ。そう言って吉崎さんが再び私に頭を下げる。私の家には今吉崎さんが愛犬サスケと一緒にお礼を言いに来ていた。でも勝手に家に上がるのはやりすぎですよ。お咎めなしだったからよかったものの。すみません、追い詰められていたせいか気が気じゃなくて、と彼が釈明しつつ苦笑いを浮かべる。気持ちはわからないでもない。もし私が彼と同じ立場だったら同じくらい無茶をしていたはずだ。ペットは法律上は物として扱われますけど、大切な家族ですもんね。ええ、その絆を金にして儲けようなんて最低ですよ。彼の発言に私は激しく同意した。飼い主と引き裂かれたペットたちのことを思うと本当に心が痛む。彼らが本当の飼い主と再会できることを祈るばかりだ。するとそんな私の膝の上に麦が乗ってくる。麦はその愛くるしい目で私のことをじっと見つめていた。どうやら私を元気づけようとしているらしい。ありがとう。最後の瞬間まで責任持ってちゃんと飼うからね。私はそう言いながら寄り添ってくる愛犬を優しく撫でるのだった。私たちは3人の家族連れだから、ベッドは3つで十分よね。義母は軽く鼻で笑いながら言ってくる。するとベッドに腰掛けていた義父が立ち上がった。お前は家族じゃない、とっととここから去れ。義父の目はまっすぐに厳しく義母へと向けられ、その声は部屋に鋭く響いた。お父さん、何言ってるのよ。義母は笑いながらごまかそうとしたが、そうはいかない。お母さん、これを見ればわかるでしょ。私はカバンからある証拠を取り出し、義母の目の前に突きつけた。
それを見た義母は青ざめ、旅行から一人逃げ帰ることになるのだった。私の名前は矢島美久、30代の主婦だ。子供はいないが、旦那と二人で仲良く賃貸マンションで暮らしている。生活はおおむね幸せにやっているが、一つだけ大きな悩みの種がある。それは旦那の母親、つまり私にとっての義母の振る舞いについてのことだ。私と旦那は結婚してからというもの、頻繁に義実家を訪れている。悩みの種となる義母の振る舞いは、その際に私に大きくのしかかってくるのだ。単刀直入に言えば、私は義母からのいじめ、つまり嫁いびりを受けている。義母はどうやら私と旦那が結婚したということが気に入らないようだ。結婚を伝えたときは、表立っては反対されるということはなかった。しかし、私は結婚当初から義実家を訪れるたび、義母からいろいろと理由をつけていびられてきたのだ。嫁という立場上、義実家ではその家事を私が手伝わなければならない時もある。その際、義母は家事の仕方、料理の味といった細かい部分に何かと文句をつけてきたり、子供がいないことについてチクチクと無理な要求をしてきたりした。例えばこんなことがあった。ある日、私が義実家のキッチンで夕食の準備をしていた時、煮物の鍋の前で火加減を確かめていると、義母がひょっこりと現れた。ミクさん、味を見てあげるわ。義母は頼んでもいないのに突然そんなことを言い出し、煮物の汁を小皿に取り口へ運んだ。何よこの味。義母が言うには、その煮物の汁はあまりにも塩辛すぎるのだとのこと。自分たち高齢者がこんなものを食べたら体に悪いという。料理もまともにできないの？煮物なんて特に簡単じゃないの。こんなものを毎日食べさせられてるあの子がかわいそうだわ。あの子というのはもちろん旦那のことだ。私は義母から煮物の作り直しを命じられ、お腹を空かして待っている家族のためにも短時間で挽回するしかなかった。三角コーナーにうず高く積もった煮物を見ると、私は本当に悲しい気分でいっぱいだった。他にもいろいろなことをされた。明らかにボロとしか言いようがない衣服を、ミクさんによく似合ってるわなどと言って押し付けてきたり、腐りかけの食品や食べ残しのお菓子をお裾分けだと言って無理に持たせようとしたり、詰まるところ、私は義母から世間一般で言われている嫁いびりということは一通りされてきたのだった。そんな踏んだり蹴ったりの日々だったが、私にも救いの糸が2本だけ垂らされていた。それが旦那と義父の存在だった。旦那は心優しい人間だ。あの義母から生まれたとは到底信じられないほどに。私が義母にめちゃくちゃに言われて落ち込んでいると、いつも気にしなくていいよと励ましてくれた。へこんだ心に旦那の言葉はしみじみと染みて、私は強く生きていく活力をもらえた。もちろんそういうところに惚れて私は彼と結婚したのだけれど、救いの糸のもう一本である義父といえば、先ほどの煮物の作り直しを義母から言われた事件の時、焦って根菜の皮むきをやり直している私のもとへ心配してきてくれたのが義父だった。ミクさん、大丈夫かい？義父は、僕に手伝えることはないかな？
と言って包丁を取り出し、里芋の皮むきを手伝ってくれた。あの人はちょっとどうかしてるんだ。だから何を言われても真に受けることはないんだよ。義父はもう結構な年のはずだ。それなのにたどたどしい手つきで里芋の皮むきを手伝ってくれている。私はありがたさと義父への感謝で胸がいっぱいだった。あの時の光景と思いはいつまでも私の胸に残っている。このようにして旦那と義父という柱があったから、私は義母に何を言われてもやってこられたのだ。そうしてなんとかストレスを乗り越えて生活していた。こんな胃を痛めるような生活がいつまで続くのだろうと私は日々思い悩んでいた。しかしある日、そんな日々を揺るがすように衝撃的な出来事が起きたのだ。それは私が夕飯の材料を買いに近所のスーパーへ買い物に出かけた帰り道の出来事だ。買い物を終えてスーパーを出、いつものようにキロを急いでいるとき、私はある公園の脇の歩道に義母の姿を見つけた。公園と私のいた道とは大きな車道で隔てられていたが、その容姿からはっきりと義母であることが認識できた。そこまでであれば私も特に驚くようなことはなかっただろう。問題は義母が一人ではなかったことだ。義母の隣にはなんと若い男がいたのだ。しかもその男は義母と仲睦まじげに腕まで組んでいるではないか。私は何かの間違いではないかと思った。しかし気づかれないように何度も物陰から確認したその姿は紛れもない義母だった。義母は今年で65歳になる。そんな年配と言われる女性が不倫などするだろうか。私は頭の中の義母に関する思考と目の前の客観とがうまく整合せず理解に苦しんだ。唖然としたまま帰宅したが、とりあえず旦那には報告しておかなければならない。あのね、今日お母さんが若い男の子と一緒にいるところを見ちゃったの。私は夕飯の食卓で旦那に見たままのことを報告した。旦那は初めは驚いていたが、次第に冷静さを取り戻していった。だってもう65歳だよ。ちょっとそれは考えられないよ。旦那は私の話を丁寧に聞いてはくれたが、私が見た光景はさすがに何かの間違いだろうと思っているらしかった。まあ私の見間違いかもね。私はとりあえずその場は収めることにした。旦那と話しているうちに自分が疲れていて見間違いをしたのかもしれないとの思いも出てきたからだ。旦那からは万が一次に見た時は写真に撮っておいてほしいということをお願いされた。私もそうした方がいいと思った。何かに使えるかもしれないという考えがふと頭をよぎったからだ。この時からだったのかもしれない。私の胸の内に復讐という言葉がとぐろを巻き始めたのは、義母の衝撃的な姿を見てから数週間が経った頃のこと。旦那宛に義母から電話があった。たまにはみんなで旅行にでも行かない？旦那曰くそのような誘いの連絡だったという。私はいろいろな思いがあって正直気が進まなかったが、結果的にはついていくことにした。それは
私なりの算段があったからだ。旅行当日、義母は誰よりも張り切っていた。自分で調べてきた自分の行きたい観光地を回り、水を得た魚だ。あっけに取られる義父や旦那を尻目に、観光を全力で楽しんでいる。私たちは義母に振り回されるままになっていた。義父や旦那にも行きたい場所があっただろう。しかし彼らは義母についていくのがやっとで、なかなかそれを言い出せずにいた。ちなみに私はなるべく目立たないようにしていた。また何かしでかしでもしたら義母にいびられるのは目に見えている。義母は先頭を切って歩き、その後旦那と義父がついていき、私が歩くのはさらにその後だ。その甲斐があってか、観光中は義母にいびられるようなこともなかった。義母も観光することに夢中で、私など眼中にもないようだった。そうして義母に振り回され、疲れてホテルに到着したのは夕方のことだ。チェックインした時、受付の係の人は私たちが4人でいる様子について少し疑問を感じているようだった。私はその様子を見逃さなかった。何か悪い予感がしたのは、後々考えてみれば我ながら鋭い勘だったのかもしれない。一家族なので一部屋だというのは事前に聞かされて知っていた。正直義母と同じ部屋で一夜を過ごすのは息が詰まるものがあった。ただでさえ疲れているのに、休む時ぐらいはゆっくりしたい。しかし悪い予感が的中したのはそんなことではなかった。鍵を開けて部屋に入ると、部屋の中にはベッドが3つしかなかったのだ。予約時に間違えたのだろうか。旦那と一緒に1つのベッドに寝るのも義父母の前では恥ずかしくて気が引ける。義母は一番眺めのいい窓際にあるベッドの上に自分の重いカバンをガサツに放り投げ、いち早くベッドを確保したようだった。予備のベッドを出した方がいいだろうか。すっかり慌てている私。私たちは3人の家族連れだから、ベッドは3つで十分よね。義母は軽く鼻で笑いながら言ってくる。その時ベッドに腰掛けていた義父が立ち上がった。お前は家族じゃない、とっととここから去れ。義父の目はまっすぐに厳しく義母へと向けられていた。普段優しく、今日の観光の時も義母に振り回されっぱなしだった義父のその声は部屋に鋭く響いた。義母は何を言われているのかうまく飲み込めないようで、キョトンとしている。お父さん、何言ってるのよ。義母は笑いながらごまかそうとしたが、そうはいかない。今回私がこの旅行に参加したのはこの時のためだったのだ。お母さん、お父さんが言ったことがどういうことかわかりませんか。ならこれを見ればわかるでしょ。私はカバンから証拠を取り出し、義母の目の前に突きつけた。話は数週間前のことだ。義母が若い男と腕を組んで歩いているのを見かけた数日後、私は前と同じく買い物帰りにまた若い男と共にいる義母の姿を見てしまったのだった。義母はあの時と全く変わらない様子で、隣の若い男と仲良さそうに腕を組んでいる。現場は公園ではなく住宅街のすぐそばだ。私は物陰から義母たちの様子を写真に撮った。顔を写さないと意味がないので、
かなり近づいた電信柱の影から撮影した。バレたらどうしようという怖さもあったが、それよりも胸の内のものに私は突き動かされる。写真の中の義母は若い男としっかり腕を組んでいて笑顔だ。帰宅後、私は夕食が終わったタイミングで撮影してきた写真を旦那に見せた。旦那は何度も写真を見つめ、首をかしげながら拡大したり縮小したりを繰り返していたが、最終的にはついに納得したようだった。これは間違いない。どう見ても母さんにしか見えない。旦那は少し悲しそうな顔をしていた。それはそうだろう。65歳にもなる自分の母親が若い男にうつつを抜かしていると知ったら、息子としてやるせない思いだろう。何はともあれ、事実は事実だ。旦那も目の前の証拠を冷静に受け止め、これは父さんに見てもらおう、と言った。次の日、私たちは写真を持って義実家に向かった。もちろん義母が家にいないことは事前に確認済みだ。また若い男とどこかへ出かけているのだろう。義父は写真を見て、なかなか現実を受け入れられないようだった。あの人がこんなことを。しかし証拠の写真が残っている以上、現実を受け入れざるを得ないだろう。真面目に生きてきた義父にとって、義母の仕打ちは辛く悲しいものに違いなかった。ちょっと、しばらく一人にしてくれ。そうして義父は自分の部屋にしばらく閉じこもっていた。私たちが義実家を去るというとき、義父はようやく部屋から出てきた。万が一という可能性もあるから、興信所に調べてもらおう。腕を組んでいるだけでは何とも言えないし。私たちは義父の提案に賛成し、義実家を後にする。その日は義父も旦那も口数が少なく、私も居心地が悪かった。その様子を見ると、義母のやったことの大きさを改めて理解した。後日、私たちは興信所を訪れ、写真を見せてしっかり調査してもらうことになる。調査結果はしばらく日が経ってから出た。結論から言うと、想像していた通り、義母は腕を組んでいた若い男と男女の関係になっていた。どうやらいわゆる流行りのママ活というやつらしい。相手の若い男はなんと大学生で、義母は高級なブランド品などを買い与えているようだった。ブランド品の見返りとして、若い男は義母に肉体を奉仕していたのだ。それは興信所から提出された一枚の写真が物語っていた。それには義母と九段の若い男がホテルに入っていく様子が収められている。興信所の説明を受けた義父は、今までに見たことがないほどの憤怒の表情をしていた。ここまで細かい不倫の証拠を見せつけられたら、旦那としてそうもなるだろう。その上で、義父は私たちに提案をしてきた。義母に伝えるときは、自分からやらせてくれということだった。何も知らない義母は、このタイミングで旅行の誘いをしてきたのだ。そこで、旅行中、義母が私をいびってきたタイミングで証拠を突きつけようということになった。義母との旅行は本当に気が進まなかった。しかし、仕返しをするならこのタイミングしかない。私は復讐に燃えながら旅行に参加したのだ。
私がカバンから出してきた証拠の写真の数々を見て、義母の顔は青ざめた。これほど明確に焦っている義母を私は過去に見たことがない。これは誤解なの。たかし君とはただの…たかし君って誰だ。義父の怒りは最高潮に達していた。この後に及んで言い訳をしようとしている義母の姿がそうさせたに違いなかった。旅行はそのたかし君と仲良く行けばいい。お前はここから出て行け。義父のこれまでにない怒りの姿に義母は尻尾を巻いて出て行くしかないようだった。旅行から帰ってすぐ義父は義母と離婚した。その後の義母のことなど私は知る由もなかったと言いたいところだが、そういうわけにもいかなかった。旦那と二人で幸せに暮らしていたある日、玄関のチャイムがけたたましくなった。ドアの前には義母の姿があった。私を助けてちょうだい。その後義母が語ったところによるとこうだ。旅行中ホテルから追い出された義母はその足で貴司君のもとへ向かった。そう、義父に言いつけられた通りに。貴司君はただならぬ様子の義母を仕方なくしばらく受け入れていた。しかし義母のメッキが剥がれ始める。義母は貴司君にブランド品を買い与えることもできなくなってしまう。当然だ。そのお金は義父のものだったのだから。縁を切られ、お金もなくなった義母に貴司君は愛想を尽かし、義母は捨てられた。義母は貴司君とついに連絡すら取れなくなったそうだ。私が悪かったわ。どうか許してください。義母は今まで私にしてきたことを詫び、玄関のフローリングに何度も頭を打ちつけ土下座した。しかし今さら許せるわけがない。やがて我が家の前にパトカーが止まった。旦那が警察を呼んだのだ。ここはあなたの家ではありません。出て行ってください。義母は警察に連れられけたたましく家を出て行った。これよりあとはその後聞いた風の噂だ。義母が嫁いびりをしていたことは義父の口を通してある親戚に語られていた。親戚中でそのことは瞬く間に噂となり広がる。義父が義母と縁を切ったことに付随してそれは知られていった。親戚中で評判を落としに落とした義母を助けてくれる者など身内には誰もいなかった。義母は現在ボロボロのアパートで一人で暮らしているそうだ。義父に対する膨大な慰謝料を払うために慣れないパートに繰り出す日々だという。一方の義父はというと、離婚を機に私たち夫婦と同居することになった。義父なら一緒に住んでもストレスに感じることはないという私の提案だ。ただ住まわせてもらってるだけじゃ申し訳ないよ。できることはやらなくちゃ。義父はそう言って料理の下ごしらえや洗濯物の取り入れ、掃除など私の家事を進んで手伝ってくれる。もうかなりの年で男は家事をするなという考えが強い世代のはずなのに、義父は違った。謙虚な義父の姿を見ていると私は同居することにしてよかったなと思う。義父が手伝ってくれる家事の量が増えることで私の負担はかなり軽減された。その結果時間にも余裕が生まれ、私が軽く働きに出られるようにすらなったのだ。旦那の収入に私の収入がプラスされることで世帯収入も上がった。
私たちはギフと同居してから、より幸せな生活を送れるようになったというわけだ。義母にいびられていたあの日々から考えると、地獄から天国に来た気分になる。私たち三人は、これからも幸せな生活をかみしめて生きていこうと思う。